FIFA ワールドカップ26アジア最終予選、3次予選が5日に行われ、日本代表と同じグループ C に入ったサウジアラビア代表とインドネシア代表が第一節で対戦した。出場国数が従来の32から48に増加した今大会は、アジア枠も8.5に拡大。アジア最終予選は各組の上位2カ国が本大会ストレートインとなり、 3位と4位は4次予選、アジアプレイオフ、で2枠を、大陸間プレイオフで1枠を争うことになる。2次予選で4勝1分1敗を記録し、ヨルダンに次ぐ2位で最終予選へと駒を進めたサウジアラビア代表。現在は2大会連続で W 杯出場中と、日本やオーストラリアに並ぶグループ C 突破候補国、だ。対するインドネシア代表は、 二次予選を3勝1分2敗の2位で突破。1938年以来となる本大会出場を目指して最終予選へと臨む。試合は、序盤から敵地に乗り込んだインドネシア代表がリズムをつかむ。すると19分、ラファエル・ストルックがハーフライン付近でインターセプト。ウィタン・スレーマンとパスを交換して右サイドを前進し、ポケットに駆け上がったスレーマンへと再びリターンを送る。 マイナスの折り返しを受けたラグナル・オラトマンゴエンがボールキープからシュートに持ち込むと、走り込んできた味方に当たってゴールイン。サンディ・ウォルシュに触れたように見えたが、アジアサッカー連盟、AFC はオラトマンゴエンの得点と発表している。一方のサウジアラビア代表も、失点を機に攻撃の迫力が増加。そんな中、前半アディショナルタイムにゲームは振り出しへと戻される。 ポゼッションでインドネシア代表を押し込み、サレムアルドサリのパスを受けたモハメドカンノがドリブルを開始。左サイドから中央に切り込み、ボックス正面のムサブアルジュワイルにつなぐ。右足から放たれたシュートが相手に当たってネットを揺らし、サウジアラビア代表が同点に追いついた。後半もサウジアラビア代表がボールを握るが、インドネシア代表は硬いブロックと鋭いカウンターで対応。 76分には、左サイドからのクロスにサウジアラビア代表のサウード・アブドゥル・ハミドがヘディングで合わせたものの、惜しくもボールはポストに弾かれてしまう。それでも、直後の77分に相手ボールキーパーへプレッシャーをかけたフィラース・アル・ブライカーンがボックス内で倒され、サウジアラビア代表が PK を獲得する。しかし、アルドサリのキックは GK マール・テンパエスがストップ。 世代別のオランダ代表歴もある守護神が、自らのミスを帳消しにするセーブでチームを救った。以降もゴールへと迫り続けたサウジアラビア代表だったが、インドネシア代表ゴールキーパーパエスがビッグセーブを連発。結局、そのまま試合は1対1で終了し、両者勝ち点、1、ずつを分け合った。次節は10日に行われ、サウジアラビア代表はアウェーで中国代表と対戦。 インドネシア代表はホームでオーストラリア代表と対戦する。スコア、サウジアラビア代表1-1インドネシア代表。得点者0、0-119分ラグナル・オラトマンゴエン。インドネシア代表1。1-145プラス3分ムサブ・アルジュワイル。サウジアラビア代表。